はい、どうもこんにちは、こんばんは、リーダーです。はい、今日はね、週刊 MTG 注目カードランキングの、3月1週目の動画を撮っていこうと思うんですけど、もう3月、ようやく今週から3月ですね。はい、じゃあ3月の、1週目の、注目カードランキング早速いきましょう。じゃあまず第5位ですね。第5位に関しては、こちらです。はい、幻惑の旋律ですね。はい、こちら最近その青使ってるデッキで結構よく見かけるカードかなと思うんですけど、最近その青タンとか、まあ青入ったコントロールとかで使われてて、主にどういうとこで使われるかっていうと、まず効果としては、2マナ X で、点数で見たものこそが X 以下のクリーチャーのコントロールを得ると。で、まあよく狙い、まあ一番の狙い目としては、ハイドロイド混成体ですね。あいつは2マナ X のクリーチャーなんで、まあ、X いくつ払おうが2マナでパクれるんですよね。なんでまあ、X2 で66のハイドロイドとかパクれたりするんで、そこパクれたらバックアドですし、っていうのでかなり強いですね。ただ、ただというか、それ以外にも、例えばその、すげえとでかくなったら、のしげみ歩きとか、で、2マナこれ X0 の状態で、トークンパクったりとか、あとは、かなり美味しいのはあれですよね。青タンのそのミラー相手とかで、執着のついた1マナのクリーチャーとかパクれたりとかしたら、かなり強いですよね。単純に1-1交換じゃなくて、相手のクリーチャー1体、要は、除去って自分のクリーチャーにしてるみたいなもんなんで、1枚で2度美味しいカードではあったりするんで、これが決まるとかなり強いですよね。で、まあ環境的にね、今の環境にはすごい合ってるカードなので、もともとあんまり注目されてなかったですけど、ここ最近で、注目度が上がってるというような、カードですね。はい、第5位に関しては以上です。じゃあ早速、第4位ですね。第4位に関しては、こちらです。はい。こちらに関しては、ウギンなんですけども、別に特別最近その何か使われたとか、優勝したとかっていうわけじゃないんですけど、個人的にね、すごい前からちょっと、ウギン気になってて、ちょうどいいなと思ってこの機会にちょっと取り上げさせてもらったんですけど、この価格のね、グラフ見ていただいたらわかると思うんですけど、グラフがめちゃくちゃ綺麗に上がってるってんですよ。これ今1年のグラフなんですけど、1年前で考えた時に3000円以下、まあ、2500円ぐらいなのかな、もうちょっとあるかな、3000円弱ぐらいだったのが、もうずーっと右肩上がりに綺麗に上がってて、今4500円までいってるんですよね。まあ、ウギンって何で使われるかって言ったら、一番その、目立ってるところで言うと、トロン系のデッキだと思うんですけど、やっぱトロンってね、まあ、いろいろ、なんていうんですか、対策カードすられたりとかしてるんですけど、まだまだね、やっぱ特にモダンとかだったら、メタの上位にいつでも君臨してるんで、その、まあ、トロン使うんだったら、ウギン、ま、何かし、どういう形でも入ってきちゃうんでね。なんで、やっぱり需要は一定数絶対あると思うんですよ。で、ほんとま、これ完全なフィニッシャーなんで、もう着地しちゃったらもうほぼ負けですし、で、まあ、最近そのマスターズシリーズとかでも、再録されたりしてないんで、っていうのもあって、どんどん右肩上がりなのかなと思うんですよね。で、モダンホライゾンで、まあ、再録されないことももう今ある意味確定してるんで、まあ、今後も、このグラフの推移を見てるとまだ上がっていくんじゃないかなという気がするので、なんか気づいたら7000円とかね、まあ、なる前に、もしトロン作る予定がある方はね、今のうちに買っといてもいいんじゃないかなというふうには思います。はい。じゃあ次が第3位ですね。第3位に関しては、こちらです。バン。はい。実は何気にこちら、フェニックス初登場ですね。注目度ランキングとしては。はい。でね、まあ、今回そのフェニックス取り上げさせてもらったのが、まあね、この右上を見ていただいたらわかるんですけども、もうスタンダードモダンレガシーと、もう今やもうどのフォーマットも荒らしまくってる、かなりもう今やんちゃな鳥さんなんですけど、もうね、今レガシーとかだと、なんか、こいつあれらしいっすね、その1ターン目から3体着地して、1ターン目から殴ってくるみたいなこともあるみたいで、流れとして、1マナで何でもいいんで、ソーサリーカード、まあ、帝王とか、アンデスとか、して、しつつ、あと、水蓮の花びら
とか、まあ、もう一枚マナガセルゼロマナのカードを使いつつ、ダークリチュアルで3マナを生み出して、生き埋めして、生き埋めで3体フェニックス墓地に送って、で、もう、ソーサリーカード3枚使ってるから、フェニックス3体場に出てくるみたいな。で、1ターン目で9点パンチみたいなことが、あるみたいですね。まあ、ほんと分回りだったらだと思いますけど。っていうこともあるみたいで、もうこれもレガシー級だというので、結構騒がれてるみたいなんですけど。でね、まあ価格としては、まあこの1週間で、600円、上がってるんですけど、で、上がって今3400円なんですけど、まあね、スタンからこのレガシーまで今使われてる環境の、この使われ具合の需要を見てる中で、で、かつしかも、ちゃんと強いデッキとして、そのメタ環境の上位に、いつでも今、君臨してるんで、で、それがトップメタかつ、コリルバイト4枚必須カードなんで、ってことを考えると、3400円でもまだ安いんじゃないかな、という気はしてますね。なんで、まあ、グランプリの結果次第とかだったりはすると思うんですけど、全然まだ上がっていく可能性あるんじゃないかなと。使われ方に比べてはまだちょっと安いんじゃないかなと思うんで、もし欲しい方はね、今のうちに買っといてもいいんじゃないかなと、いうふうには思ってますね。はい。じゃあ次。第2位ですね。第2位に関しては、こちらです。はい。はい。もう、こちらに関してはね、もうだいぶ無視できない額まで、上がってしまったんですけども、この沸騰する証拠に関しては、フェッチランドと呼ばれる、まあ、その、土地を探してくる土地なんですけど、その中でも、最高額のフェッチランドになります。先ほどのね、フェニックスの人気とかでも、そうなんですけど、今、その青と赤を使ったデッキって非常に多いです。まあ、青と赤じゃなくて、グリックシスだったり、ジェスカイだったりっていう部分もあると思うんですけど、青掛けのデッキが流行ってることと、であとはね、先週、いや、今週か、に出したモダンホライゾンでの、まあ、再録で、モダン環境のカードが再録されないことが、判明したっていうこともあって、価格がまた今ちょっと上がってきてるのかな、というふうには思いますね。で、ちなみになんですけど、この証拠ほどじゃないんですけど、今日はウィズダムさん、ギルドさんちょっと見てた時に、他のフェッチランドもね、やっぱり注目度上がってて、ちょっとずつではあるんですけど、やっぱ値段上がってきてるんですよ。なんで、まあ、モダン参入したいなとか、モダンやってて他のデッキ使いたいんだけど、まだこのフェッチランド持ってないんだよね、みたいな方がいる場合は、ちょっとやっぱ早めにね、集めて取れた方がいいのかな、というふうには思いますね。で、まあ、ほんと余談ですけど、ちなみに僕の場合は、赤使ったデッキを基本的に使わないんですよね。なんで、証拠も実は服買ってなくて、一枚そのモダンマスターズで、2015で引いた時のやつが一枚持ってるぐらいで、まあ、4枚持ってるわけじゃないんですよね。なんで、もう僕も自身も本当はもっと早くいっぱい買っとかなきゃいけないんですけど、まあね、1000人のね、登録、じゃあ1000人行った時にはモダンマスター2015向きますんで、もうその時にね、出してやろうというふうには思ってますけど、まあ、よく言えばもうちょっと光らしたろうかなというぐらいまで思ってますけど、はい。まあ、もしね、僕は実際使ってないんであれですけど、使いたい方は早めに買っといた方がいいかなというふうには思います。はい。じゃあ、今週の注目カードランキング第1位の発表です。第1位は、こちらです。でーん、見たことある。はい。こちら、虚空の力戦、先週と引き続いて、注目度ナンバーワンにさせていただきました。はい。まあ、理由としてはね、もう分かってるとは思うんですけど、先週取り上げさせてもらった時の段階の価格としては、4500円弱だったんですよ。だったんですけど、このわずか1週間で、1200円かな ?1200 円上がりましたね。1200円上がりましたね。で、先週も僕自身も言ってたんですけど、まだ上がるんじゃないかっていうので、買い予想としてね、言わせてもらってたと思うんですけど、まあ、そう、自分で予想したにもかかわらず、買えなかったと、僕自身はね。僕自身持ってないんですよ、虚空の力戦。いやー、これ買っとけばよかったですね。ちょっと迷ったんですけどね、その4500円って自分で言った手前、
ちょっと欲しい、まあ上がるだろうなと思いながらも、ちょっとなんかもうなーなーにしてたら、あっという間にどんどん値段上がっていっちゃいましたね。で、まあ先ほども言ってましたし、先週も言ってたと思うんですけど、こちらも、モダンホライゾンでの再録っていうのが、しないことが確定したので、まあそれもあってね、思い切って購入してる人も結構多いのかなというふうには思いますね。まあちょっとね、この辺のカードが再録されないってなって、ちょっとここまで、まあこれ以上まだ上がった可能性全然あると思うんですよ。ただね、それもう6000とか7000とかまでいっちゃうと、ちょっとこのサイドボードで対策カードとして必要なカードではあるんで、ちょっと何かしらの形でちょっと再録しないと、もうどんどん値段上がっていっちゃって、そのまたちょっとなんていうんですか、モダン参入の壁になってたりとかしたりもするので、何かしらの形で再録、もしくはそのモダンホライゾンでより強い墓地対策のカードっていうのが出てこないと、ちょっとどうなるのかなっていう不安はちょっとありますね。まあただそのスタンでの再録ってなるとね、その他の力戦もこの力戦だけ再録するっていうのはもう変な話なんで、他の力戦も再録しなきゃいけないですし、まあ何かとちょっと難しいんかなとは思いつつも、まあ再録されるんだとしたら、スタンで M20 ですかね。M19 の次の基本セットのタイミングで出てくれたらいいなーっていうわずかな望みにね、ちょっと期待はしてますね。ちょっともう今ここまで上がっちゃったんで、まあかつ今その黒で力戦を使う予定がないんで、僕自身まあいいかなっていうので、ちょっとその M20 にわずかな望みをかけようかなと、もしくはモダンホライゾンでより強力なカード、まあちょっとね、黒の力戦かなり特殊なカードなんで、これよりも、その強いとか強くないとかっていう概念じゃないですからね、このカードも。ゼロマナで最初に打てるっていうところ。あとあれか、そのコメントくださった方いましたけど、ロンドンマリガン、次かな、わかんないけど、グランプリだか、プロツアーで採用される採用されるとか、一回試験的に運用される新しいマリガンの方法ですね。で、それが、それが採用されることになると、その虚空の力戦とか、まあ、要はサイドボードに入れたカードって、初手に入れやすくなるので、まあ、それもあってっていう部分は確かにあるかもしんないですね。ああ、なるほどね。まあ、それもあると、やっぱりその、モダンホライゾンでの再録カードが、それに、これよりも強くなるってことはちょっと考えづらいですしね、なかなかちょっと、やっぱこいつを再録してもらうしかないのかなっていう気はちょっとしてきましたね。はい。な感じですかね。はい。以上で、注目カードランキング、3月1週目の動画させてもらいたいんですけど、今週のまあ、祖母活としては、まあね、昔から人気の色ではあるんですけど、最近なんかもう特に顕著に、その赤青の組み合わせの注目度が高いなとすごい思うんですよね。下に行けば行くほどその赤と青って、人気が高くってかつ高いっていうイメージがすごいあるんですけど、なんか最近は本当顕著ですね。でね、まあそのおかげもあってというか、よりその流星してるんで、最近ねちょっと緑のカードがだいぶ隅に追いやられてて、片身狭いなと思ってるんですよね。ついにタルモとかついに5000円切りましたね。はい、うわちょっとタルモかわいそうというか、僕自身緑がすごい好きなので、すごいなんか僕も悲しくなるんですけど、なんかちょっとね、まあ、モダンホライゾンで、そのもう一回緑流星させてほしいなっていう個人的希望はありますね。はい、そんな感じですかね。で、まあ一応これでね、再来週か、ついに再来週に、グランプリ京都始まりますね。で、まあ前なんか動画でもちらっと言ってたと思うんですけど、僕自身は、スタンとモダンの、サイドイベントにね、出場予定です。で、まあ、ちょっと時間ないかもしれないですけど、来週とかに、まあ、雑談がてら、ちょっと自分が持っていくそのデッキの紹介とかもできたらいいなと、ちょっと思ってたりするので、まあ、ちょっとね、時間があれば、ちょっと紹介したいなというふうには思いますね。皆さんもね、どうなんかな？皆さんもグランプリ京都行くんですかね？で、もしまあ行くんだったらね、ぜひそのコメントでね、
行きますよっていうのと、まあ、本戦出ますよなのか、そのサイドイベント出ますよなのかとか、なんかちょっと教えてもらえると嬉しいですね。はい、今週はこんな感じですかね。はい、じゃあこの動画良ければ、チャンネル登録、コメント、高評価の方もよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバイ。